先鉄造でにより、中村祭は、江戸時代前期の儒学者、本造学者。名はこれ金。字は、高しはじめ。通称は、七左衛門、中次郎。京都の五福屋の子として生まれる。七、八歳で苦闘を授かり、読書を好み物価や世辞に疎く、かつ市中の騒がしさを嫌って、家業を帰り見なかった。店が霊落しても意に介さず学問に先進した。 ほぼ独学で、朱子学を治め、天文、地理、土量衡、音律の運を極め、当時その学識は、伊藤仁斎と比較され、兄たりがたく弟たりがたしと評された。門弟としては、菊池鉱山、加藤権斎、増田律賢がいる。礼儀、特技を重んじ、かつて家の手代に財を持ち逃げされた時も、我が財のために人を七に追いやるは不治として、訴え出なかったという。 また、自ら著書を告業して、名を求めるは恥であるという理由で、著書の大部分は、歳没後に出版されたという。大正4年、14位を追蔵された。元年祭、先鉄相談平凡社、東洋文庫、1994年、187P、田尻左辺、増意書見現像補版上特使増意年表 P35。ありがとうございます。